一応できなくもなさそうです。こういうね、画面が白っぽいから、超レトロゲームじゃないと見にくいんじゃないかなと思いましてね。これだったらできなくもないですね。できるけど、ちょっと画面が白っぽすぎて、ちょっと、あれやな。あんまり、綺麗じゃないですよね。見れなくもないんでしょうけど、これ超レトロゲームじゃないとできないですよね、これ。こんな画面じゃね。いや、でも、ソレンさん、僕は相変わらずこのゲーム好きですね。何回やってんでしょ、このゲーム。いや、もうセガマスターシステムのゲームで一番好きなゲームですよ、これ。音楽は好きなんですよね、特にね。今日は超レトロゲームの、回にしましょうか。まあね、皆さんも見えなくもないんでしょうけどね。一応ゲームやってるのはわかると思うんでね。4等分でゲームやってるっていうのは不思議な感覚ですね。僕はもう、あれですよ。左上の画面見ながらやってますけど。レーザー出ましたね。バリアちゃうわ。あれ、オプションがつきましたね。これゲームボーイとかな、ちょうどいいのかな。この真っ白っぽい画面だから。それとは、黒が多いゲーム、黒っぽい色が多いゲームやるとかね。これでやるときはすごく工夫するしかないですね。ボスまで来ました。はい、はい、クリアしました、一面。いやね、一気で一面クリアできるときっていうのは調子がいいってことなんですよね。調子悪いときはもう一面って何回も死にますからね。二面が最高ですね。二面クリアできないです。二面難しいですからね。レーザーっていうのはだいぶ違いますね、やっぱりね。はい、オプション2つ取りましたね。ああ、しまった。もう最弱状態に戻りますから、こうなると。こうなったらもう無理だと思いますよ。もう無理ですよ、こうなったら。ゲームオーバーですね。あ、まだあった、電気。追いかけていくんですね、こいつね。危ね。パワーアップ取れましたけど。パワーアップできましたね。なんとか粘ってますね、2面。うわ、怖い。これ怖いですよ。上から降ってくるから、素早く。いや、こんなに進むのはまだ調子いい方です、今日はね。ボスか。あ、ボスまで来ましたよ。
うわ、瞬殺ですよ。はい、ゲームオーバーですね。はい。終わり、面白かったですね。